8月9日水曜日午前11時を回りました。ミスチルとタイヤが FM 那覇カルチャンプルーナ沖江通りスタジオから1時間生放送でお送りします。この番組はあなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店、沖縄料理ひとひねり離れ、あさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウス、お寿司もお刺身も食べ放題飲み放題居酒屋アパラギ、あなたの生活に健康を足し算、1たす2たす10たすうまい安いでかい沖縄県内9店舗ジャンボステーキハンズ、お一人様も大歓迎ラウンジオンザロード、そして今日の衣装は浮かれた熱帯夜と君の唇の提供でお送りします。始まりました。神奈川県出身沖縄在住8年の今日も明日も25歳、長谷川美鈴子と浮かれたパーソナリティミッチです。今日もゆたしくウニゲーサビラー、ありがとうございます。さて皆さん、今日でですね2回目となりますけれども、前回は私グダグダでございましたが、コーナー案内行きたいと思います。吉本沖縄形プレゼンツ〇〇ってタイヤが、今日も素晴らしい、芸人さんをお呼びしてますので後ほど紹介します。楽しみにしていてください。ミスチルタイヤがでは世界中から見て聞けます。パソコンからもスマートフォンからも FM 那覇で検索すると、トップ画面のど真ん中に生放送中の動画が今現在流れているので再生してみてください。そして今ラジオを聞いてるけど後で映像も見てみたい、今日はラジオもネットも聞けないけど見たいなって思ってくれてるあなた、そんなあなたのためにこの番組はちゃっかり録画してあるので後ほどゆっくり見れます。 YouTube で FM 那覇って検索してね。過去の番組もたっぷりあります。その際せっかく YouTube で見てくれたのでポチッとチャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。皆様からのメッセージお待ちしてます。メールアドレスはtayaga@fmnaha.jp tayaga@fmnaha.jp。 そして FM 那覇のトップページからも、メッセージを送れるので画面左上にある赤いボタンを押してください。気軽に気楽にメッセージ送ってちょ、お待ちしてます。最近髪の毛綺麗になったよね。なんで？私も潤い欲しい。クチャのシャンプー使っているの。え？クチャっておばあが昔使ってた粉のやつ？そう、私も傷んでたけどクチャ使ってからハリとボリュームが出てきたの。すっごいツヤツヤだよね。琉球コスメハウスでトライアルセットがなんと1200円。お求めはあさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウスまで。ラウンジオンザロード松山の隠れ家でミスチーとゆったり飲みませんか。松山大門閣ジャンボステーキハンズ横ラウンジオンザロードは夜8時から夜中2時まで張り切ってやってます。俺はテンダーロイン。僕はランプ。私はオリジナルソース。大変、脂肪で覆われた柔らかいテンダーロインとキメが細かく味に深みのあるランプが決闘です。ってうぅ、憎い。もうダメ。二人ともこんがり焼けちゃって。仕上げは20種類以上の素材を使ったフルーティーな甘みのソースでみんなの旨味を引き立てて美味しくなるのにね。うまい、安い、でかい。県内9店舗ジャンボステーキハンズ。
食べ放題にキュッパ。さて早速さ、今日のコーナーに行きたいと思います。吉本沖縄花月プレゼンツ〇〇ってたーやが、毎週水曜日のこの時間は吉本沖縄から一組のコンビをゲストでお招きして楽しいトークをお届けします。本日はカシスオレンジで、さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。どうもカシスオレンジと言います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございますね。はい、ありがとうございますよ本当にね。カシスオレンジって言ってもね、知らない人がいるんでね。はい、あの特技をしてね、ちょっと覚えてもらおうかなと思ってるんですよ。あ、いいじゃないですかね。特技披露してこういうコンビだったなみたいなね、はい、インパクトつきますからね、これはね。あの僕はね、うん、あの料理あのが得意でね。料理が得意なんですね。そうそうそう、はいはいはい、料理が好きになってね。おうおう、あの食べ物じゃないやつってあるじゃないですか。食べ物じゃないやつ、うん、まあまあたくさんありますけどね。あるでしょ。おうおう、食べ物じゃないやつを料理名にすることもできるんですよ俺。え、どういうこと、どういうこと。全然意味がわかんないんだけど、食べ物じゃないやつを料理名にする、うん、え、どういうことですか。食べ物じゃないやつの名前を言って。じゃ あ食べ物じゃないやつね。うんうん、あ、じゃあ行きましょう。うん、あ、じゃあ、あの目の前にありますドアとかどうですか。あ、ドアね。はいはい、あ、じゃあドアを料理名にしますよ。料理名に、はい、お、行きましょう。ドアの叩き。ちょ、待て、ドアの叩き、うん、いや、それドアノックしてるだけじゃん、それ。いや、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。別に褒めてはいないからね。次できてんの、これ。できてる、次できてる、うん、じゃあ、傘とか。あ、傘ね。うん、傘の開き、うん、傘開いてるだけやし、お前。あ、ありがとうございます。違う、傘開いてるだけって。ありがとうございます。いや、褒めてないからね。できてんの、これ。どんどん出して。じゃどんどんいきます。うん、じゃあ、釘。釘刺し、うん、釘刺してるだけ。料理名には聞こえるでしょ。まあまあ聞こえなくはないけど。あとね、あのおしゃれな料理名にすることもできますから、ね、おしゃれにもできるんだ。うん、今のもできてたのかちょっと分からんすけどね、うんうんうん、これね。じゃあ行きましょう、おしゃれで。はい、おう、じゃあ料理名、料理名、じゃあ食べれないやつね。はい、じゃあタイヤとかどうですか。あ、タイヤね。じゃあタイヤおしゃれにします。タイヤおしゃれに。あ、できました。じゃあ行きました。はい、オーケー。じゃあ春菊と馬肉の赤ワインソテー。おうおうおう、隣にタイヤを添えて。タイヤ置いてるだけやし、もういいわ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。カシスオレンジさんも午前中からどうぞお座りください。はい、はい、あとじゃあマイクを。あと一つ、今気になったんですけども、はい、お二人なんでお靴を脱いでるんですか。あ、なんかこれ家みたいな感じじゃない。ごめんごめん、ちょっと待って待って待って。そういう感じだったの。ごめんなさい。人の家だと思ってちょっと靴を。綺麗なとこなんでね。なんかいつも舞台立つとき、脱いでるんですか。いや、脱いでないですよ。いつもはあの衣装の靴ってしっかりあるんですよ。はい、いや、今日はなんかこんなの初めてなんで。こんな綺麗なところに。だから脱いでるのかな。いやいやいや、何言ってるんですか。全然すごい受けて見てる、後ろから見てて、俺靴が履いてないと思って、はい、ちょっと迷いましたよ。やっぱ脱ぐんだなと思って、はいはい、全然脱がなくていい。私もじゃあ脱いだ方がいいんですかね。ありがとうございます。早速なんですけども、はい、ですね、今日は、カシスオレンジさんに来てもらいました。今日実は2回目なんですけども、はい、あの前回ウリズン桜さんに来ていただいてですね、はい、ものすごいグダグダだったっていう。あ、先輩のウリズン桜さん。今回一応このなんとなくこの打ち合わせをさせてもらったんですけども、はい、前回全く打ち合わせをしなかったっていう。本当ぶつけ本番で。ぶつけ本番だったんですよ。もう申し訳ないですよ。ぶつけ本番それはグダグダになりますね。一発目で。まあ、でも僕ら今回あの打ち合わせありきでやったんですけど、はい、あのグダグダになると思います、はいはい、私もそう思います。すいません、本当にありがとうございます。では先生、早速なんですけれども、はい、先ほどあのネタをやってもらった時も、はい、紹介してもらったんですけども、はい、改めて自己紹介の方をお願いしたいと思うんですけども、はいはい、改めて、はい、我々カシスオレンジと言います。はい、はい、そして僕あのツッコミの方ですね、まあ、いつも漫才でツッコミ、うん、やらせてもらってるんですけども、僕が名護市出身で、はい、やってます。中本って言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中本、まあ、新田さん。はい、中本新田です。はい、名護出身で、はい、で、僕が、まあ、漫才ではボケてるつもりはないんですけど、つもりないんだ、ボケてるつもりないんだ、はい、ボケてるつもりはないですけど。そうなん、カシスオレンジの中村って言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。旬、
春季です。春季さんと新田さんです、ね、はい。これ偶然ですか、上に 中本さんと中村の中が作って。そうですね、はい、偶然ここ吉本入って、うん、まあ、ずっと高校からこいつと一緒なんですけど、はい、うん、あ、そうなんだ。ずっと下の名前で呼んでたんで、はいはい、だからこの業界に入って名字で呼ばれるっていうのがなんか初めて で、それでみんな覚えづらいって言うんですよ、はいはい、中村、ね、中本で、うんうん、はい、多分偶然なのかな。まあでも言ったら保育園一緒で、保育園が一緒で小学校、はい、中学校また別になったんですよ、はいはいはい、で高校からまた再会みたいな感じで、高校大学と一緒に歩みましたね、はい、幼稚園の時って仲良かったんですか、記憶にあります？いや、もう全然僕は記憶なくて。僕はめっちゃあるんですよ。本当ですか？どういうところが？僕はね、うん、あの中本にいじめられてました。いじめられてた、保育園の時、はいはい、やんちゃだったんですかね。やんちゃでしょ、親も言ってましたもん。あの僕の親、中本にいじめられてたよみたいな。で、それで親が覚えるくらいやんちゃった、はい、でそれで気づきました。でも今はもう全然普通ですけど。あ、はい、その時はそういう風に、はい、あのいじめられてるって意識はなかった。覚えてますか？いや、なんか、うん、僕名護の保育園だったんですよ、はいはい、こいつと。でも僕もともと宜野座の宜野座出身、ね、うん、宜野座の保育園にいたんですよ、うんうんうん、で親が仕事名護に移るからって言って、あ、僕も名護の保育園に行って、はい、初日にこいつに窓ガラスに投げられたのを覚えてます。俺初日から何針、何その話、初日何針か塗ったんですよ俺。え、何？初日頭何針か塗ったんですよ。で親びっくりしましたよ。それが中本なんですよ。引っ越した、引っ越しっていうか、うん、なんか初日保育園名護に預けて、うん、そしたら親電話かかってきて、なんか頭怪我しましたみたいな。なんか今でこそあの身長の差ではどっちかかつて春季さんの方が大きいんですけども、はい、当時は、当時っていうか当時そんな変わんないですよ。変わんなかったんですかね、はい、なんで投げ飛ばしたんですか？いや、よくわかんないですよ、全く覚えてないですよ。俺は覚えてます。あの仮面ライダーのズボンをつけてたんですよ俺、はい、みんなが欲しがってるやつを。お母さんに買ってもらったんですか、はいはい、うん、でそれを見てこいつがなんでつけてんだよって言って投げられました、はい、どんな理由だば、はい、あ、人気だったから、はい、それをつけてたから、はい、なるほど。見たことない、まあ、僕は羨ましがって、うんうん、やったんじゃないですかね。見たことないやつが急に来て、初日からそんなおしゃれなズボンを履いていたと、はい、うん、っていうそのだけの理由で、それだけで投げられました、ね、投げられて頭に7針、はい、そうそうそう。あととか残ってますか？あとありますよ多分。やっぱあるの、カンパチ残ってますよ。だってこっちには確かにカンパチありますね、はい、こっちですね多分、はい、カンパチ、カンパチってカンパチって何ですか？あの方言か、カンパチ、カンパチって方言なんですか？カンパチ、あの傷、頭に傷が残ってて、その方言なんですね。すいません、僕らも今知りました。俺も知りました。カンパチカンパチって方言、わかんないよね。あ、そう、方言なんですね。全然普通だった。カンパチ初めて知りました。魚のカンパチしか知らないのか、みんな。魚にね、あと、あと一つ気づいたんですけど、はい、お二人はマイク必ずここに乗せるんですか？あ、そうですね、癖っすね、これ。癖なんだ。たまにこうやって、マイクで顎叩いたりもします。どうして？先輩にプラスマイナス岩瀬さんっているんですよ、はい、あの人がなんかこの自分のテンポを取るためにこう叩いてるんですけど、これもちょっと僕も見習って、見習うな、それは使ってます、ね、はい、その話は癖でやってるから。あ、癖ですか、あの人。自分のペースをつかむために叩くの？どういうこと？叩きたいって思うらしいです、顎ですか、はい、でそしたらやってしまうらしくて、それ意識してる、漫才の最中とか叩いてますか？あ、違うか、レポ、普通のこのマイク持つ仕事と MC とかでもやります、はい、そういう時に意識してみて叩いてます？もしかして叩いてます、はい、叩いてます、はい、ずっと叩いてどんどんなってますもうライブ中は本当ダメですけどね、本当ダメですけどね、そうですよね、はい、音入りますもんね、はい、でこのここに置いてるのは癖ですか？僕はそうですね、春季さんは MC をやるときからずっとマイク持ったら、うん、僕声が通らないって言われるんですよマイク離したら、はい、だから近づけて喋ってるのは意識してます、はい、とても低い声っていうか、低いんでマイクを離したら拾わないんですよ、だからずっとこの感じです。あと多分この話すとこの
声拾わないってことですか。はい、そうです一番力強く伝えたいんで声を、はい、なるほど、そこですか、はい、そこを一番伝えたいんで、そうです、ね、そういうボケとか。新田さんはなんでこう置くんですか。あ、僕も癖ですかね。癖だと思います。だから言われたと思いますけどね。あ、何をですか。なんかマイクもっと近づけた方が良くないみたいな。 MC の仕事をしてその作家さんが見た時にもうちょっと声通らないからやっぱ。じゃあ私も今日ここ乗せます。今日は乗せてください。名前こう叩けばいいですか。そうですね、叩いたらそれはもう叩いたタイミング取ってください。はい、ありがとうございます。はい、あとですね、何でしたっけ、さっき何の話してましたっけ。名護出身と宜野座村出身で、はい、幼稚園の時はそういうけん、あのいじめのイメージがあって、はい、今のところここ新田さんすごく印象良くないですけども、はい、高校生からまた仲良くなったんですよね。高校、そうですね、そうですね、はい、はい、高校からまた再開して。その時って2人は高校生入った時に、はい、お久しぶりみたいな感じになったんですか。それが、全然ならなかったんですよ。なんでかっていうと、うん、小学校中学校の時に、この少年の船ってご存知ですかね。はあ、なんていうんですかね、子ども会ってあるんですよ、はい、この各地域で子ども会ってあって、うんうん、その子ども会が主催するこの、はい、なんていうんですかね、県内の子ども会を全体集めて、奄美大島に行ったんですよ。船に乗って奄美大島って、はい、13時間ぐらいか。そんくらいですね。それいくつの時ですか。小学校6年の時ですね、はい、でそこでまた1回会っていて、はい、で彼が野球やっているっていうのも分かってたし、なんかしらなんか、ね、なんかめっちゃ仲良くなったっていうか、はい、ハンも一緒だったんですよ。覚えてるんでこっちは、はい、血流してるしこっちは。いや本当ですよね、はい、だから、うん、あ中本だと思って、うん、保育園一緒だよって言ってこっちが気づいて、うん、それで また仲良くなって、で中学校になってもちょくちょくの大会とかある中大連とかで、はい、隣なんで名護中が、うん、僕は名護中学校で、僕宜野座中なんで、うん、隣のところにあるんで、だから普通になんかちょくちょく会ってたんですよ。いや知ってましたよ全然。その時はでもそんなに意識してるぐらいで仲がいい、遊ぶとかっていうわけではなかった。ではなかったですね、はい、会って喋るぐらいです。面白い、はい、で高校に入って同じクラスとかになったんですか。そうですね、1年、高校1年生の時に同じクラスになって、ずっと同じ。そうですね、3年間ずっと一緒ですね。なんか先生とか言ったんですか、ずっと仲いい。やそんなそんなの言ってないよな。高校入ってなんか、はい、その入学式に後ろがもう中本だったんですよ。わかりますこれ、赤沙汰那覇村屋湾の順なんで、はい、なるほど、中本、はい、そっかそっかそっか、はい、もう常に席、はい、も隣同士ですし、はい、もうなんかの成立したら後ろだし、はい、僕が、うんうんうん、もう何かしらも近くにいましたね、はい、はい、何かしら近くにいた、何かしら近くにいましたね。はい、体育祭とか何かそういうとかでも運動とかでも常に一緒だったんですか。同じ班とか修学旅行、同じ基本同じグループだったような。そうですね、体育祭とか一緒にご飯も食べるし、はい、昼ご飯も一緒に食べる仲だし、はい、はいはい、それでコンビを組もうって思ったきっかけの前に、はい、お二人はお笑いに将来なろうと思ってたんですか。それがですね、はい、まあ、僕から話しますと、はい、お願いします。僕この業界入るまでで、本当にダウンタウンさん知らなくて、はい、絶対全盛期ぐらいの時ですよ、ダウンタウンさんがね。そう、多分知らないっていう時期って。僕はずっと見てたんで、うん、知ってましたけど、はい、中村はもうずっとお笑い大好きで、好きで見てたんで、うんうんうん、見てたらしくて、僕はもう本当に一切テレビ見なかった人なんですよ。興味がなかったってことですかね、テレビに。もうそうっすね、まあ部屋にテレビもないし、あれですか、はい、窓に人ばっかり投げてたんですか。違う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 、そんなのね。趣味で。あ、そうなんだ。外で遊ぶタイプだったんで。もう本当に外で遊ぶタイプで、はい、はい、もう本当に親が帰ってこいってなんか連絡入るまで本当にずっともう外で遊んでましたね、うんうん、はい、もう家の中が大嫌いっていう、はいはい、それでそのお笑いをやろうと思ったダウンタウンさん知らなく、きっかけは中村が、うん、僕はもともと好きだったんで一応目指してはいたんですけど、はい、こいつとはやってないですよ、そのコンビを。はい、はい、なるほど、高校の生の時からな、
やってるっていうコンビを組んでるってわけではないってことですね、はい、高校生の時は違うやつとなんか舞台祭とかそういうイベントに出てて、でこいつが大阪の人で、はい、でもう大阪帰ったんです、卒業して、はい、はい、僕はもう沖縄の大学行って、でこいつも同じ大学行って、でそれでもまだやってないよな、俺たち、はいはいはい、卒業、大学卒業手前ぐらいで4年目ですね、はい、4年の大学4年の卒業手前、2ヶ月前か、そうですね、時に、はい、なんか思い出作りになんかやるかみたいな言って、はい、コンビ組んで、なんかお笑いの大会に出たんですよ。へえ、はい、それ沖縄でですか？そうです、そうです。ですげえ、別になんかプロになる気は全然なかったんですよ、うんうんうん、でもその時点ではこの夏の思い出に残すみたいな感じで、はい、思い出作りで、はい、大学も4年行ってるし仕事しようかなと思ってたんで、うん、でもなんかその決勝行って、はい、でそれで変わってあやるかみたいになって、ね、才能ですね、才能ではない、たまたまだと思うんですけど、才能ですね、たまたまで今ここにいないですよ多分ね、本当にこれは僕の才能かもしれないです、僕の才能、こいつの才能ではないですよえ、ちょっと待って、それであの記念にってことで、受けたじゃないですか、その話題を組んで、はい、それ全然ダウンタウンさんも知らなくて、はい、その組もうと思った何ですか、きっかけっていうか。あ、きっかけですかね、うん、まあ単純にこいつから誘われて、うんうんうん、で普通に漫才っていうものを、まあ、やったらなんかめっちゃ面白くて、はい、楽しいって思えたんで、あ、全然ありだなと思って、うん、でそこにまず1回目のこの賞レース受けて、はい、その賞レースは落ちてしまったんですけど、次、うんうん、あと1回またすぐあって、はい、でその賞レースが、たまたま決勝行けて、でそこでファイナリストになって、そっからがきっかけなんだよな、はい、この吉本に入るっていうのはですね、はいはい、そっから吉本の事務所から連絡あって、はい、お前らちょっと入らないかみたいな感じで声かけられたのがきっかけですね。それオークスぐらいの時ですか、お二人が。大学4年22歳ですね、はい、はい、大学4年卒業前ぐらいですね、はい、で、そで卒業記念思い出にと思ってやったのがそのままこの就職先っていうか、はい、やったっていうことですよね。そうですね、はい、これえ濁ったりこうなったりじゃないですか、もう本当に。そうですね、うん、でも親がやっぱ認めてなかったんですよ、そのお笑いをするっていうのが、やっぱね、まあ、厳しい世界ですから、だからずっとお笑いをやるなよって言われてたんですよそのでも賞レース決勝行ったら、はい、なんか知らないですけど、そのテレビでその審査員の人が、はい、プロにならないのって言ったんですよ。あ、そしたら、うん、僕が無意識に、あ、なりますって言ったんですよ、はい、テレビで、はい、そしたら親がもう鳴らすしかないみたいになってそれでもうなっていいよみたいになって、それでもう入ったんですよ、ここは養成所に入って、はい、養成所に入って、はい、でその時点でお二人でも入ったんです。もう二人でって決めてたんですか？そうですね、そうですね、はい、もう養成所入る時にはもうコンビ組んでいこうか、はい、すごいですね、はい、ちょっと話が尽きないんですけども、はい、ごめんなさい興味津々ですいません本当に、はい、ですね、ちょっと今このカシスオレンジさんのこのプロフィールが手元にあるんですけども、はい、このですね、あの特技がちょっと気になってですね、はい、中村俊輝さんのビールジョッキ早飲み3秒ってあるんですけども、はい、ちょっとやってもらいましょうか。スタッフさんありますか？ビールジョッキ俺ごめんなさい、ないですビールはちょっとやめてもらっていいですか？めっちゃこうもう朝に近いからこれまだ午前中っていうねないですね、はい、でも本当にすごいですよこれは。いや本当にやってこれ真似はしないでください、はいはい、早いです本当に、うん、早飲みはもうダメです。ビールジョッキって普通の中瓶っていう、あ、中瓶っていうかこの普通の中ジョッキ、そうそうですよ、ジョッキーズ、はい、3秒、はい、これずっと大学の時から、ね、なんか面白がってみんなでやってたのが特技になってるんですけど、きっかけがあったんですよ、うん、うん、なんかその友達の彼女の誕生日があって、はいはい、それに呼ばれて行った瞬間にそのカップルがなんか喧嘩してたんですよみんなの前でなるほど変な空気になってて、はい、うんうん、で俺今来たばっかりだしと思って、はい、でまずビール頼んで、うん、ビール来てなんか
盛り上げないといけないってなって喧嘩してる中、僕が今からこのビールを3秒で飲みますみたいになって俺でもそれできると思ってないですよ、自分でも初めてですもんね、はい、うんうんうん、まさかの2秒で飲んでしまって、おめえすげえってなって、それでなんかやるようになったんですよ。あー、そこから特技になったってことですね。特技っていうかみんながやってみたいな感じなんですよ、その大学の飲み会とかなったら。へえ。そしたらその居酒屋の店長さんもなんかそれをず、はい、うん、あの見てたらしくて、はい、あの中村がその居酒屋に行くと、はい、毎回もうこれが恒例になってますね今では。だから最初ビール2杯くるんですよ、一杯は一杯目はあの一気飲みのビールとあと一杯はもう普通のビール、はい、駆けつけ一杯がもう本当に2秒3秒で終わるってことですね。そうですね、すごいですね、はい、ちょっと話が好きなんですけども、この後まだまだお届けしてまいりますので、はい、よろしくお願いします。ここで1曲お送りしたいと思います。聞いてください、ジャンコックで灼熱ティーダーかな。8月9日水曜日午前11時28分を回りました。ミスチルタイヤが FM 那覇、沖江通りスタジオに生放送でお送りしています。今日はですね、吉本沖縄月プレゼンツ〇〇ってタイヤがカチスオレンジさんに来てもらってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけどね、ツイキャスの方からメッセージ来てますので、お、ありがとうございます、コメント読みたいと思います。まずタチさん、サボさん、いつもコメントありがとうございます。タチさん、ドアの叩きつぼったっていう、ああつぼってもらってあとですね、サボさんが闘牛のヤグイが聞きたいなーって。ああ、ありがとうございます。ヤグイって何ですか。闘牛、沖縄闘牛ってあるんですけど、はい、沖縄闘牛、なんていうんですかね、いつも、まあみんなが一般的に見るあのスペインの闘牛、この旗を持って旗に来るみたいな、はいはいはい、それとは違くて、はい、牛と牛が戦うんですよ、はい、その牛と牛が戦う横についている闘牛士、はい、この、うんうん、いけいけいけみたいな感じで煽るこの闘牛士の役目があるんですけど、それをなんかヤグイって言うんですよ、方言で、はい、でこのヤグイの、うん、やるモノマネ、あの闘牛士のモノマネ、僕結構やっていて劇場とかで、はい、まあちょっとこれ本当に細かすぎて伝わらないと思うんですけど、はい、ちょっと聞かせて、あ、いいですか、はい、いいです、あ、じゃあちょっと、はい、じゃあ誰行きましょうか、誰行きましょうか、あ、なんか名前とかもあるんですか、名前もあの誰行きましょうかって言われても俺は分からんから、中村が一番好きな、はい、誰がいいかな、うん、リッキーとか平田リッキー、平田リッキーは僕ら同級生なんですけど、闘牛士になっていて、はい、はい、和牛も育てながら遊びで闘牛を飼ってるんですけど、うんうん、その平田力さんの闘牛士のモノマネでしたら、はい、ちょっと映像から
ね多分伝わると思うんですけど、はい、あの、はい、牛に対してこう言うんですよ、はい、牛牛牛って言うんですよ、牛に対して牛って言って、牛って言うんですよ、はい、はい、これものすごい特徴で、このモノマネですけど、はい、それは皆さん共通した言葉なんですか、それともその方のみの、あ、もう本当に一人一人全然違います、いろんな人いますよ、じゃあまずはい、じゃあもう本当にもう定番というかもう闘牛士のこの定番、はい、もう普通の役位一般的な、はい、あ、はい、一般的な感じでしたら、はい、伊波闘牛組合伊波森明さん、はい、あ、伊波大志さんご存知ですかね、あ、ごめんなさい、わかんないですか、はい、伊波大志さんのお父さんなんですけど伊波森明さんとかでしたら、はい、ひやいひやいひやい、こういう感じなんです、これが普通なんですよ、これが普通なんです、これはこの掛け声が本当に一般的らしいですよ、うん、なのに、はい、先ほどの方平田力さんとかはうっしゅっ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 て言ってます、これ牛の顔に向かってってことですよね、あ、そうですそうです、牛に向かって言ってるんですよ、で、またもう、あ、もう一ついいですか、あ、はい、お願いします、もう闘牛だったらもう嬉しくてね、はい、どんどん出てくるんですけど、なるほどなるほど、はい、僕の地元、まあ地元っていうか同じヤンバルなんですけど、はい、北部の本部闘牛組合ってありまして、はい、そこに宮城正弘さんっているんですけど、はい、ものすごい特徴です、この方がこういう感じの、ヤグイかけるんですよ、あいや、あいや、あいや、サギティ、サギティ、さっき言ってんじゃん、どう名前さ、勝ち上げて勝ち上げて勝ち上げて言ったよって言うんですよ、これなんて言ってるか分かります、牛に対して、もう的確な指示送ってるんですよ、牛に対して下げて下げて下げてって言って、頭音ですか、そう、はい、そうです、頭下げて下げて下げて、どう今ですよって、今ですよ、はい、上げて上げて上げてって言ってるんですよ牛に対してですよ、もう的確な指示を送るんですよ、この宮城雅弘さん、はいはい、すごいです、はい、もう憧れの存在で、え、はい、将来なりたいんですか、そのヤグマ、あ、と、あ、ヤグイですか、ヤグイ、あ、まあ実際高校の時に、はい、ちょくちょくやらせてもらってたんですよ、はい、めちゃくちゃ楽しいですよ、はい、あの人たちの牛って全部自分たちの牛、そうですそうです、自分たちで飼ってきて、はい、この、まあ、牛の稽古いろいろあるんですけど、うんうん、稽古やらして、うん、もう本当にもう、はい、なんていうんですかね、金かかるっていう本当にもう好きじゃないとできないと思いますね、 あれは本当に、はい、あとです、リクエストしてくれたサボさんが、はい、大使の父ちゃん、はいはい、に似てるっていうふうに伊波森明さん、伊波森明さんですか、はい、あ、はい、似てるっておっしゃってました、 あ、 あと三崎さんからありがとうございます、新たなまりすぎっていうそうなんですよね、これよく言われるんですよね、もう僕らヤンバル出身で、この、まあ、以前吉本沖縄花月がずっと那覇にあった時も、はい、やっぱ東京からの芸人さんとかも、はい、沖縄芸人見てみんななまってるって言うんですけどお前らは特別だって言われるんですよ、なまりが、はい、でもそんな意識はしてないですけどね、はいはい、別にこの自分なんかで違和感あるとか、うん、そういうのとかもないんですけど、むしろ、うん、なんかなまりは取れてると思ってるんですよ逆にね、はい、いやそうなんですよ、だから、はい、地元帰るじゃないですか、はい、地元帰って、はい、夜じゃあみんなでじゃあ友達同級生とかで居酒屋とかで飲んでたら、はい、はお前なまってないって言われるんですよ、逆になんかあっちの喋り方なってんなって言われるんですよはいでもあこっち来たら、はい、なんかお前らあっちのなまりがすごいなみたいな、すごいなってヤンバルのなまりがすごいなって言われたり、あだからなってますね自分なんかでも、はい、って言われてますけどもそんな感じで、ツイキャスからのコメントでした、はい、では早速なんですけども、はい、空自3分トーキングに行きたいと思います、空自3分トーキングといって毎回やらせてもらってるんですけれども、はいはい、この中に、あらかじめ入っいろいろ書いてあるネタのくじが入ってますので、はい、それを引いてもらって、はい、そのトークに乗っ取ってお話をしてもらおうと思うんですけれども、はい、お笑い芸人の基本は楽しいトーク、楽しいトークということで、こちらにあるくじの中から、はいはい、楽しいトークを繰り広げてもらいたいと思うんですけども、はいはい、じゃあ、はい、誰からいきましょうか、はい、じゃあ僕から、はい、はい、なんて書いてありますか、これですね、はい、それは不思議、はい、それは不思議、不思議不思議なお話を、あ、はい、不思議なお話、あ、不思議な話ありますか、あ、じゃあ中村いく、はい、はい、不思議っていうんですかね、僕夢で、はい、給料が、はい、600万の夢見たんですよで
600万の夢見てずっと言ってるよねこれね。じゃあこれそうなの、これど、これ本当にどんな夢か本当にマジで分かんないですけど、うん、給料が600万の夢見て、はい、あ600万入ってると思ったんですよ、うんうんうん、でしかもその寝てその次寝てる次の日って給料日なんですよ、はい、たまたま、たまたま、はい、給料600万入ってる、めっちゃ入ってんなと思って、うん、パッて目覚めたら夢の中で目覚めて、はい、また夢見てるんですよ。なるほど、はいはい、起きても夢なんですよまた、うんうんうん、でまた給料見てるんですよで給料見たら、はい、60万だったんですよ。おー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 、なるほど、はい、ちょっとリアルじゃないですか、はい、60万って、はい、しかも先月は東京とかの仕事が多かったんで、うん、その月のね、はいはい、だから60万ありえるなと思ってたんですよ、うん、そして60万すげえと思ってパッて目覚めたらもう現実に戻ってたんですよ、はいはい、おし、じゃあ給料明細見ようと思ってめっちゃ期待するじゃないですか、はい、で給料明細見るじゃないですか、はい、5万だったんですよいや5万って一応いつも通りなんですよ。なるほど、平均なんですよ僕らからしたら、うんうん、はい、でもめっちゃへこむなと思って600万から60万からの5万って、5万っていうのがだからめっちゃなんかこれどん、うん、何なのかなと思って。鮮明に覚えてるんですか。本当に覚えてます。不思議だからちゃんとあれもあったんですよ、うん、あれもあってたんですよ。だから吉本の給料ってないつ何々仕事したとか載ってるんですよ、うんうんうん、それもあってたってことですか。それもあってたんですよ。へえ、おお、でも、うん、金額だけ違うみたいな、はい、僕吉本にクレーム出そうかなと思ってだいぶ下がってたんだね自分の夢のせいで、はい、でも不思議って言ったら僕もその何て言うんですか、はい、夢の中で夢を見るっていうのはありましたね、うん、夢の中で夢を見る、はい、難しいですよ ね、 むずいっすよね。起きたと思ったらまだ夢だったってことですか。そうなんです、そうなんです。夢のな、え、なん、これなんて説明すればいいのか。夢で目覚め、うん、寝てるじゃないですか、うんうんうん、夢見るじゃないですか、はい、その夢の中でもまた自分自身は寝てるんですよ、はい、でそこでまた別の夢を見てるんですよ、うんうん、で目覚めたら、はい、まだ起きてないんですよ自分は。うんうんうん、で夢見てるんですよそこで。で起きたら、あ、さっきの夢だったんだなって振り返したら2つ夢見てるんですよ。あー、なるほど。それが起きたら分かるってことですか。覚えてるってことですか。分かりました。で起きても一瞬これが本当なのか分かんないですよ、うん、へー、でこれが現実なのか夢なのかみたいな。へー、確かに不思議でしたねそれは。とても不思議ですね。経験ないです本当に。だからみんなにないっていう、そうあるあるかなと思ったら、うん、あ、でもちょこちょこは最近なんか聞くけどね。あ、そう、夢の中で夢見てるみたいな。ガレッジセールの川田さんとかはなんか見たとか言ってましたね、はい、ダブル夢ですか。ダブルドリームですか。そうですねダブルドリームですか。めっちゃかっこいいな、はい、言い方。 ありがとうございます、はい、じゃ続いて春季さんの方にじゃあお願いしますか。あ、はい、僕行きます。はいはいはい、はい、外れってなんですか。外れ、この瞬間ですね、寿命が100日縮みました。あ、これ寿命100日縮みました。100日って相当外れっすよ。じゃあ1年間のうちの約3分の1縮みました。どうしますか。じゃあどうしますかって、僕何歳まで生きるんですかね。じゃあ100日縮みました。100日縮みましたって言われたらどうコメントしていいか分かんないな。ね、本当ですよね、はい、いやでも、うん、ね、じゃあ3ヶ月ぐらいですよ。そうですよ、3ヶ月縮んだって相当っすからね、今の瞬間で。はい、この今の瞬間で100日縮みました。今の瞬間です。今の瞬間で、はい、じゃあもうやばいな。じゃあやばいやばいやばい、これだけで100日縮むってことでしょ。うん、そう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 。じゃあいろんなことあったらもう何年も縮むってことか。じゃあ、まあ、縮みます。はい、怖いな人生って。だから外れなんですね。洋服も縮んでない。洋服は縮んでないもん。洋服縮んだらお前びっくりする。ありがとうございます。じゃあもう一回だけ行きますか。あ、もう一回行きましょう。はい、はい、じゃあ新田さんに。はい、家族。残念、家族ですか。家族の話。はい、はい、家族ですね。まあ僕の家族、まあ全然公表してずっと公表してるんですけど、うんうん、僕はあの家計がとっても複雑で、お父さんお母さんいるんですけど、はい、今のお父さんっていうか前ずっと前から一緒なんですけど、お父さんはずっと一緒で、お父さんの前の奥さんがいて、はい、その間に生まれたのがお姉ちゃんと僕がいるんですよ。はいはいはい。で、はい、今のお母さんとそしてずっと一緒の僕のお父さんの間に生まれたのが弟がいるんですよ、うん、はい、うん、でその前におか、うん、今のお母さんは連れ子で、
兄ちゃんがいるんですよ。はい、はい、僕今 5名家族なんですよ。お父さん、お母さん、お兄ちゃん、僕、弟なんですよ。はい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 、ものすごい複雑で、で、はい、あのお母さん以外全員男。そうですそうです、お母さん以外全員4名男ですね、うん、わお母さん大変そうですね、はい、で、うん、まあ僕 この時に知ったんですけど、はい、高校生の時ですね、はい、まあガソリンスタンド給油所にバイトしていて、はい、でそこにいつも来る女性の方がいたんですよ、うん、もう常連さんっていうかこのギノザ村っていう ちっちゃい地域なんで、もうその村内の方が来る急所なんですけど、はい、そこに一人の女性が来て、とっても綺麗な方で、はい、もう本当に人生初めて一目惚れしたなっていうぐらいの本当に綺麗な方だったんですよ。はいはい、で綺麗な方って言っても、まあ、うん、年もそんな変わらないだろうなみたいな感じで、でも高校生なんで相手は車持ってるんで、うん、はい、あ、じゃあ上だ、少しは上だなっていうのは分かってたんですけど、とっても綺麗な方で、うん、ちょっとこれはまず人生で1回なんで、うん、もうこの会ったの一目惚れしたっていうのは1回目なんで、うん、もうみんなと話していて、もうとにかくナンパしれと、うん、でそれでナンパをしたんですよ、うん、人生で初めて、はい、声かけて、声かけたんですよ、うん、そしたらその女性がお姉ちゃんで、これどれ、これマジ引きますよね。本当にこれマジなんですけど、実のお姉ちゃん、実のお姉ちゃんで、ずっと前から言おうとしてたんだけど、うん、あなただよねって言われて、うん、はなんでわかんのかなと思って、はい、でこれ僕バッジには中本ってしか載ってないんですよ、はい、で下の名前分かったんで、うん、はなんでわかんのかなと思ったら、うん、お姉ちゃんだよって言われて、うん、と思って、そこで、うん、その時に高校2年生の時にお姉ちゃんがいるのを初めて知ったんですよ、うん、はい、でそこでもう、はい、ちょっとわけわからなくなって、うん、その夜ですね、お父さんに話したら実はお前お姉ちゃんがいたんだよっていうのを話されて、はい、高校2年生の時に、そうですね、一番衝撃でしたね。あれは見たことあります？僕もそのガソリンスタンドにいたんで、はい、僕が一応ナンパしれみたいなの言ったんですけど、はい、似てますか？似てもめっちゃ似てますよ。今考えたらもうそっくりっすね。今考えたらめっちゃ似てますよ。そう思ったんですけども、はい、多分ものすごい自分の顔好きですよね。大好きですね。はい、ねですよね。あもう女性の同じような顔を好きになったってことですよね。めっちゃナルシストですか？そうっす。ナルシストなんすかね。いやでもまあ、うん、中村よりはかっこいいと思いますけどね。いやもう僕はそれ別に顔で押してないんで、僕は全然全然何とも思ってないですけど、なんで何とも思ってない。ねえねえ、じゃああともう一回行きましょうかね。はい、あ、ごめんなさいごめんなさい、失礼しました。はい、しゅんきさんでいいですか？はい、はい、当ててもらいたいものがあるんですけども。お、うん、はい、あー残念、何が残念かよく分かんないですけども、はい、何ですか？ファンから言われて嬉しかった言葉、悲しかった言葉。ああ、あります。ありますか？はあ、俺いっぱいあるなこれな。うん、僕たち、はい、まあ正直そんなにね、うん、ファンっていうのがいないんですけど。本当にいないんですよこれ。新キャスからコメントいっぱい来てますよ。勝ち添いさん見て嬉しいって。あ、はいはい、ありがとうございます。年配って言ってるの、うん、はい、そのちっちゃい子にそんな人気ないんですよ。その子供人気は全然なくて、そのネタとかもそんなわーってやるタイプじゃないんで、はい、そんななんか子供人気が全然なくて、はい、その劇場があった時に、ライブ終わって小学なんか3年ぐらいの女の子から手紙もらったんですよ。へー、うん、でめっちゃ嬉しいと思って、うん、初めて子供から手紙もらったと思って、はい、やっと子供人気も出てきたなっていう感じがあって、はい、はい、で、手紙入ってて見たらなんか全然面白くないって手紙に書かれてて、子供は正直なんです。はい、はい、一言です。全然面白くない、はい、一言。本当に怒りマークついて、怒りマーク怒りマークもついて。小学校3年生ってなんで分かったんですか？いやなんか、うんうん、なんかそんぐらいかなと思って。そんぐらいの子かなっていう。はい、でもめっちゃショック、はい、めっちゃショックでしたね。そっからもうずっとその
大体どんぐらいか、1ヶ月2ヶ月ぐらいか。はい、まあ基本中村がずっとネタ考えるんですけど、はい、僕もなんか悔しくて子供受けのネタなんかないかってずっと探してたんですけど、でもやってみたら全然、うん、全然俺らになんか合わないですし、はいはいはい、なんなんすかね。いやでも子供人気は欲しいっていうのは確かに分かりますけど、まあ難しいところですね。子供からの基本、まあ、こいつは子供に好かれるさ、はい、まあちょくちょくあの僕もこのなんていうんですか、あのテレビ出させてもらってるんですけど、このテレビ出してもらったもらうのはもう本当に嬉しいことなんですけど、あの言われるのがバカとかアホとか、もうそういう感じで呼ばれるんですよ、子供から。それでテレビ出てたんで、はいはい、アホキャラで出てたんで、うん、もう本当に昔から天然で、もうやらかしまくって、はい、もうそれがもうやっぱもうね、この子供からしたらもうそれがもうアホとかバカとか、距離感が近いんですよ。なるほど、距離感が近い、はい、だからなんか同じもの同士みたいな、はい、確かに子供から本当に仲良くなれるんですよ、うん、はい、僕はなんか、うんうんうん、こいつなんかちょっと怖がられるんすよね。のべっとしてるからかな。なんか、うん、あんま近づいてこないですね。プロレスラーとか言われたり、はいはい、怖いっていうよりも なんだろう、なんか男として見てるっていうか、あの男として見てるんですか。ごめんなさい、はい、あのごめんなさい、ね、男性という目線で見てるっていうか、あのどういうね、本当に、ね、私も分かんなかった。追加数読もうかな、はい、追加数お願いします。イーサーさん、はい、ミッシーカシスオレンジのお二人、こんにちは。こんにちは、おはようございます。レッサルパンダさん、はい、さん、ですね、イーサーさん、コンビ名のカシスオレンジ自体言葉が分からないんじゃないかなって。なるほど、あ、そういうことですね。あ、まあ、コンビ名から入るんですね。言ったらこのコンビ名の由来っていうのが、うん、カシスオレンジって、まあ、はい、もうこれもう本当に女性から人気のカクテルじゃないですか。そうですね、カシスオレンジって、はい、これ本当にもう単純につけたんだよね。そうですね、あのこのお笑いのショーレースさっき言ったじゃないですか、うんうん、フリーの時に受けた、はい、でこれコンビ名だけが全然決まってなくて、エントリーはしていて、コンビ名早く決めてくださいみたいな連絡来た時に、あ、どうする、はい、どうするってなった時に、はい、その時たまたまカラオケにいたんですよ、はい、でカラオケで、同級生同士でどんちゃん騒ぎしてた時に、はい、カシスオレンジ注文してって いう声で、あ、カシスオレンジでいいんじゃんっていう単純、もう本当にこれだけなんですよ、はい、で別にだからプロになる気なかったんで、だから別に名前だけ出しとこうって言って、はい、出して、それでも吉本入って、もう名前変えれないままずっとこっち、うんうん、カシスオレンジみたいな、ね、はいはいはい、だから覚えれないのかな、子供たちとか。でも吉本入ってからはカシスオレンジっていうので、あの、うん、まあ、後付けなんですけど、うん、あのカシスオレンジっていうキーワードがもうすごいじゃないですか、うんうん、もう検索したら、飲み物の、はい、だから目標として僕らでこの僕らのカシスオレンジが、うん、あのトップに来るようにっていう目標でね、うん、今頑張ってます。じゃあ、あるあるだよな、その1位に来るようにっていうのは、はい、すみません、かっこいいこと言っちゃって、いやいや、すみませんありがとうございます、すみません、はい、ありがとうございます。今何でしたっけ、ツイキャストークでしたっけ。ツイキャス、ツイキャス、ツイキャス、時間がね全くなくてですね。あ、本当ですか。そうなんですよ、あの告知の方に早速行きたいと思うんですけども、はい、告知、あ、お願いします。はい、ラフ&ピース2000、ラフ&ピースツアー2017と言いまして、はい、各業界のエンタメのプロが、1日授業を行って、うん、1日完結型のイベントとなっておりまして、このダンスとかボーカル、まあ、お笑いもありまして、それをいろんなプロの講師から習って、最後のステージで、1日のステージで披露するっていうのがありまして、みんなの前で体験型ワークショップ、はい、体験型ワークショップ、はい、で日にちが8月12日、うん、嘉手納町中央公民館、うん、8月26日浦添グスク児童センターでありますので、詳しくはラフ&ピースツアー2017までよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、そして、はい、もう一ついいですか、はい、まあ、先ほどもちょこちょこ話し出したんですけど、はい、吉本沖縄花月、6月いっぱいで閉館したんですけど、うん、また新しく、トマリンの、アネックスビル2階に、うんうん、リニューアルオープンということで、はい、吉本沖縄花月がオープンいたします、はい、でこちらが8月の10日木曜日ですね。明日です、明日、はい、はい、明日なります。で時間の方が19時から、はい、
MC で、ガレッジセールさん、そして沖縄芸人多数出ますんで、はい、皆さんぜひ遊びに来てください。明日がコケラ落としが、コケラ落とし、はい、一発目の公演です、はいはい、トマリンでは全員集合ということで、そうですね、はい、沖縄の吉本の人も全員来るということで、もう全員行きます、そうですよね、はい、楽しみですね、はい、こちらチケットの方が、チケットがですね、うん、これもうそろそろ完売って聞いてるんですけど、本当、はい、もう結構売れていって、はいはいはい、多分ね、でも若干余ってるみたいで、うんうんうん、若干、はい、はい、だってこチケット吉本ですか、チケット吉本か、あ、まあ明日、まあ、吉本花月に行って、うん、で当日券が出るか出ないかですね、はいはいはい、一応今のところあのホームページで、はい、ウェブで、検索して買えると思いますの で、 そ、 です、ね、それでよかったら買ってみてください、はい、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、そしてですね、来週のゲストなんですけども、どなたかご紹介できますか、はい、え、来週のゲスト、オーシャンですよね、オーシャンさん、あ、オーシャン、はい、びっくりした、聞いてるんだ、聞いてたんだ、そのオーシャンさんに何か、はい、あの個人的でもいいんですけども、はい、質問とかありましたら私が届けますので、はい、オーシャンってね、はい、オーシャン同期なんですよ、同期で、あ、そうなんですか、はい、本当にスタイリッシュなコンビで、うん、めっちゃ人気、人気すごいですね、人気でした、人気でしたじゃない、なんで人気ですよ、今あの今めっちゃ太ってるんですよ、どっちがですか、2人とも、昔までは昔はシュッとしてましたけど、細くてかっこよかったんですけど、今もう太ってるんで、うん、実は1年半ぐらい前に一緒に司会をやらせてもらったんですよ、はい、あ、そうなんですか、そうなんですよ、あの、はい、オリズン桜さんと私と大社さんでこの一緒に司会をやらせてもらったんですけど、その時からあとちょくちょくハピネハとかで、あの涼二さんの方が絵描いてますよね、はい、絵描いてます、その絵を見に行ったりとかした時、美術館、はいはいはい、美術館でお会いしたんですけども、はい、その時はまだそんなに、でもそれでも、その前はもっとやばかったですよ、そうなんだ、もっと細くてめっちゃかっこよかったんですけど、まあ、僕も言えないですけど、養成所からしたらもう13キロ15キロぐらい太ってるんで、誰ですか、僕です、へぇ、はい、でこの相方の、うん、はい、オーシャンの相方の稲福新規も、はい、確か15キロぐらい太っていると思いますよ、はい、15キロ、はい、すごいですね、あの、はい、お二人ともこのスーツはいつも黒いスーツをビシッと決めて、そうですね、はい、帽子をかぶってっていうイメージがあるんですけども、はい、スーツもおそらくサイズアップしたと思います、はいはい、スーツは何回か変えてるの見たことあるし、ね、はい、ちょくちょくなんか、なるほど、まあ、同じ色であの、はい、分かんないだろうみたいな感じで思わせてるんですけど、うんうん、いやこっちは気づいてますっていう、はい、はい、なるほど、そのお二人に何か質問がありましたらお届けしますけども、いい加減痩せないかっていうことですね、はい、いい加減痩せないかってことですか、なんか痩せるっていつも言ってるけど、いつ痩せるのって聞いてもらっていいですか、はい、いつも痩せるって言うんですよ、うん、口だけなんですよ、いつまでに痩せますかっていう、はい、あの約束させればいいんですか、はい、そうですね、お願いします、なんなら僕がもう痩せましたからね、あ、そう、そっかそっか、中村がトレーニング3ヶ月、いや4ヶ月ジム行ってたんですよ、うん、だからあんま変わってないって言われるんですけど、はい、でも体重とかは減って、減りました、うんうん、あ、見た目はあんまり変わってないってことですか、太ってた、うんうん、太ってたんですけど筋肉つけて、はい、うんうんうん、なんか見た目は変わらないけど、なんか洋服取ったら体脂肪とか、うん、かなり減ったっていうことですよね、はい、そうです、いいですよね、体力ついて、体力もついて、うん、なんかもうご飯もこの体でそんなに食べれなくなって胃袋がちっちゃくなったんですよあ、そういうことね、はい、え、なんで筋肉つけると食事制限とかもあったんで、あ、なんかライズアップ的なものですか、そうです、そうです、ほんと、はい、めっちゃきつそうでしょ、もうめっちゃきつかったです、1週間に1回だけ、うん、1週間に1食だけ、好きなもの食べれる、好きなものが、その時何食べたんですか、その時はもうラーメンとか食べたんですけど、もう食べれないですよ、もう、え、今は、あの、その時も食べれないです、あ、もうずっと同じもの食ってたんで、はいはい、急にラーメンってなったらもう胃袋がもう急についていけなくて、なるほど、なるほど、え、今はどうなんですか、食事は、今はもう終わったんで、うん、はい、そんな食べようと思えば食べれるんですけど、うんうんうん、終わった瞬間食べたんですけど、はい、ちょっときついですね、次の日が、あ、胃もたれが、ちょっと胃もたれみたいな感じで、はい、あ、体がじゃあちゃんとできてきてる、そうです、できてきてます、はい、仕上がってんだ、はい、分かりました、じゃあ来週のオーシャンさんにはですね、いつまで痩せるんだと、はい、お二人ですよね、いい加減痩せないかっていうことですね、はい、いい加減痩せないかってお届けしますはい、はい、今日の吉本沖縄花月プレゼンツ、カシスオレンジってタイヤが、本日はカシスオレンジとともにお届けしました、はい、カシスオレンジさんありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、
ていただきました。明日の、毎週木曜日の告知に行きたいと思います。毎週木曜日はですね、酔うだけではもったいない泡盛の世界なんですが、明日、泡盛の世界を紹介してくれる比嘉さんが今ですね、伊勢丹、京都の伊勢丹に行ってますので、京都の伊勢丹から、スカイプを使って、中継をしたいと思いますので楽しみにしててください。あともう一組ゲストが来ます、雑誌の、ね、沖縄クラブさんが、来ますので1時間丸々、その人たちとお伝えしたいと思います。楽しみにしててください。ミスチルタイヤが1時間お付き合いいただきありがとうございます。また明日この時間木曜日午前11時にお会いしましょう。あ、じゃあこっちそれにさ一緒に、はい、またんアチャーヤータイって言ってもらっていいですか。アチャーヤータイ、はい、はい、じゃあまた明日木曜日午前11時にお会いしましょう。またんアチャーヤータイ、はい、方言